旅人と熊。仲良しの二人が一緒に旅をしていましたある日山道を歩いていると突然大きなクマが現れましたわあ助けてくれ一人は急いで近くの木に登りましたがもう一人は太っているので登れません頼む僕も早く木の上に引っ張り上げてくれ。 太った男が頼みますが、木の上の男は断りました。やだよ。君を引っ張ったら僕まで落ちて食べられてしまうじゃないか。ひどいなああ、もうクマが来てしまうよ。ええ、仕方ない。太った男は地面に倒れて死んだふりをしました。クマは死んだ人間を食べないと言われているからです。男がじっと息を潜めていると、 クマは男の体をかぎ回っただけで、まもなくどこかへ行ってしまいました。はあ、助かった。木から降りてきた男は、さっきクマが君の耳元で何か話してたね。なんて言ったんだいうん、クマは危ない時に一人で逃げるような友達とは旅をするなと言ったのさ。 そう言うと、一人でさっさと行ってしまいました。おしまい。